震災前の地震の前の福島と地震の後の福島の町の様子がまるっきり変わったっていうのが一番大きいところかなというふうに思います。建物の倒壊も本当に多かったんで、多分福島県の人もあんなだけ多くの人が避難所で生活したっていうことは今まで誰も経験してなかった、たくさんの方がその普通に自分の家で生活できるっていうことのありがたさを多分改めて本当に思った年かなっていうふうに思います。いやちょうど10年前になるんですけど、大変でしたね、あの時は。まあ、会社やその従業員やその全体がどうなっちゃうんだろうっていうのが、まあ正直数ヶ月間は不安だったんですね。でやっぱりこう放射能の影響が大きかったんで、まあ震災の災害っていうよりはそちらの方がやっぱり不安感大きかったですね。福島の第一原発の事故により、やはりその放射能の関係で公園で遊んでる子どもがいない、文科省の方から福島県の子どもたちが肥満率が全国ナンバーワンになったと、まあ、将来担う子どもたちが福島県で安心して育ってもらえるために何かその運動できる機会を与えられないかっていうのがまず第一にあって、2013年5月にバスケットボールスクール、要は室内でやるスポーツであれば、まあ保護者の同意も得やすいかなというところでスタートをしたと。ただ福島にはプロチームがないので、なかなかそういうバスケットを通しての支援というのができないので、福島にそういうプロチームを作って県民の方々と一緒にそういう復興という道を歩むのは検討できますかねっていう話から、じゃあプロチームを作ろうというような流れで作ったというのが経緯です。まあ、いろんな小学校だったり中学校だったりにクリニック行って子どもたちとバスケットを一緒にやったりとかもあったんですけど、まあ、特に1年目はシーズン中でも南相馬の方まで行って一緒にバスケットをやったりだとかっていうところは、特に最初の 1,2 年目っていうのはシーズン中シーズンオフ関係なく子どもたちと触れ合うっていうことは多かったです。そうですね、一番大きいのはやはりその選手コーチの方々に市内の小中学校を直接訪問していただいて、まあ、そこでその朝の挨拶運動であったりとか、あとは体育の授業で一緒にこう体を動かして、まあ、スポーツの楽しさだけではなくて夢や目標に向かってこう努力し続けるっていう、そういう、まあ、大切さとかそういったものもこう伝えてもらったっていうのが素晴らしい活動だったかなと思います。やっぱりこの福島県郡山市っていう中で本当にプロのスポーツとして5年10年やっていけるのっていうのが正直最初の不安ですよね。お客さんが来てくれるのか、スポンサー株主さんが本当についていただけるのか、まあ、地域がこういう状況なんで、まあ、子どもたちの明るい顔も見たいし、将来子どもたちが育っていくっていうのが一番いいことですから、まあ、子どもたちに焦点を絞って、まあ、そこの笑顔だとか元気を取り戻すという観点であれば、まあ、そういうチームができるんであれば、そこには共感、我々は企業理念とも共感できるんでご支援することができるんじゃないんでしょうかっていう、まあ、それがきっかけです。まあ、福島ではそういったそのエンターテインメント的な要素も含めたスポーツっていうのはなかったんで、もうなんかすごく僕自身が話聞いた時ワクワクしました。ワクワクしたし、もう関わりたいなっていうふうにその話聞いた時に思いました。なぜ福島でこういった専門学校グループの運営をするかというと、その地域の活性化というのが第一の理念にあります。でそこでまあこの震災が来たので、まあ、地域活性のために何ができるかというと、先ほどの子どもたちの勇気づけやら、あと若者の元気づけやら、あと地域がほんと下向いてるところじゃなくできることが何かというところで、ちょうどそのタイミングがプロスポーツチームという、まあ、設立と先ほどのスクール運動プログラムというのの合致があって、これぞまさしく地域の活性化、本当に辛い時期だったんですけど、何かこう巧妙となるものはこのスポーツで皆が集合して
集まった場というのがあればというところでスタートさせたというところです。私が福島ファイヤーボールズの経営に携わるようになったのが2020年の春なので、まだ新参者であるというところなんですが、私が来て思うのは、本当にファイヤーボールズはいろんな企業の方々、ファンの方々に支えられているなというところを感じています。まあ、でも1年目から変わってないことといえば、本当にあったかいっていうか、まあ、スポーツの世界って本当にこうヤジだったりとかいろんなことが飛び交うような場所なんですけど、そういったこともないですし、勝っても負けても本当に後押しをしてくれるような声掛けだったりっていうのをしてくれるっていうのは1年目から変わってないところで、やっぱりこの僕たちが戦ってるのを後ろから支えてあげようというか、もう本当に応援でなんとか勝たせてあげようっていう気持ちが本当に伝わってくるブースターさんたちなので、そういう部分ではこう昔に比べるとよりその年齢層も幅広がりましたし、子どもたちもたくさん来てくれますし、より根強くチームが浸透してるのかなっていう雰囲気は感じてます。で、その支えていただくという感覚はこれからも変わらないとは思うんですけど、これから、まあ、10年経って次の一歩、次の未来へというところでいくと、まあ、そういう方々に今度はこうファイヤーボンズが恩返しをしていくというか、福島をこう引っ張っていく側に、回っていかなければならないだろうというふうに思っていまして、チームが強くなるということもそうですし、まあ、会社自体がしっかりとこう価値を与えられる、まあ、経営をやっていくという覚悟を持つというところですね。で、それによって地域の、まあ、郡山はもちろんですけれども、福島県全域の地域貢献、あとは発展ですね、そういうところに寄与していきたいなというふうに思っています。あと何しろ今年のところは四季学さんが非常にアグレッシブに向かれているので、はっきり言ってファイヤーボンズのボンズは絆という名称のところも含めてみんなで進めればなと思ってます。まあ、四季学という会社自体はですね、組織運営のコンサルティングをやっている会社で、まあ、スポーツチームを強くすることによって四季学の有用性を証明したいというところが、スポーツチームの経営に参入した一つ目のきっかけというところです。他にも強い意義があるなというふうに思っているのは、まあ、このチームの その成り立ちというかいうところが、まあ、その東日本大震災の復興のシンボルとしてまあ作られたというところ等の経緯をお聞きしてですね、まあ、東日本大震災というのはこう日本にとってもかなり大きな出来事で、復興のシンボルとしてこのチームを強くすることでですね、まあ、福島郡山のみならず、まあ、日本全体にいい影響を与えることができるんじゃないかなということで、まあ、であればその東京の我々がですね、参入しても十分こう意義や意味があるんじゃないかなというふうに考えて、参入させていただいたという形です。はい、でこれからその今まで培ってきたものに加えてしっかりと土台を広げつつ、東京をはじめとした首都圏からの支援を募っていくような仕組みもしっかりと広げていくというのも同時にやっていきたいなというふうに思っています。まあ、震災当時、まあ、僕実はボランティアに2度ほど行きまして、現地を見て、そしてその人たちと触れ合った時にですね、やっぱり人と人とのつながりはものすごく大事だなと思いましたし、それを通じてもう一度ここからやり直していこうっていうすごく強い気持ちを当時感じましたね。なので復興していきたいという思いの強い地域、まあ、そういったところと組めるのが、まあ、一番いいんじゃないかと。で、我々もそこに力になれるんだったらそれ以上に幸せなこともないと思いますし、そういった形で今回手を挙げさせていただいたんですね。やっぱりファイヤーボンズさんが活躍するっていうことは、今の今度福島の姿っていうところをさまざまなところで全国に向けて、そういった福島の元気な姿っていうところを示してくれる、もうそういった大事な存在だなっていうふうに思っております。最初は子どもたちも本当に外で遊ぶ姿もあんまり見てなかったですし、まあ、そのバスケットをやっている人数も少なかったのが当初なんですけど、今は本当にバスケット人口も増えて、チームとしても福島県全体に僕たちを知ってもらっていろんな活動をしていこうっていうことができているので、
まあ、1年目の時よりはやっぱりファイヤーボンズとしての存在価値っていうのは、まあ、福島県にとっても大きくなっていってるのかなっていうのは強く感じます。でやっぱりスポーツっていうのはその人をやっぱり元気にしたりとかですね、勇気づけたりする力がやっぱあると思いますんで、まあ、いずれにせよそういうところをその忘れずにずっとやってほしいなって思いますね。はい、スポーツを応援する文化っていうのを間違いなく作ったのが福島ファイヤーボンズだなっていうふうに思いますし、紫っていう色をその福島に新しい色を作ったのが福島ファイヤーボンズのなんか存在だなっていうふうに思ってて、この地域のまた活性化のためには絶対的にボンズ必要だと思ってますので、応援 し続けていきたいと思ってます。うちの家内も大好きなんで、はい、まさに地域を根っことしてっていう形で地域密着型のプロスポーツチームということでファイヤーボンズさんとともに我々もチャレンジしていきたいっていうふうに考えています。試合後にまあその SNS だったり手紙だったりを通して本当に力をもらいましたっていう声をかけてくれるので、その勝ち負け以上に見に来てよかった、また応援に行きたいなって、また明日から頑張ろうって思ってもらえるようなプレーを毎試合毎試合やっていきたいなっていうふうには、特にやっぱりこの地域はそういうことが大事だと思うので、そういう気持ちで毎試合に臨んでます。やっぱり目の前でこう福島県出身の選手が活躍してるっていうのは、子どもたちにとっても大きな希望を与える存在だと思うので、そういう部分はしっかり責任を持って、そういう人たちのためにも僕たちはもう本当に40分間最後の最後までどんな状況でも戦い続ける姿勢を、ずっと見せていけたらいいなと思います。